最近、マナモがぬいぐるみ持ち歩いてない？確かに。あの、ぬいぐるみの、あの、息を多分吸ってる。見たんだけど、その、ぬいぐるみを、ぬいぐるみの顔を、自分の顔のもう本当に1ミリぐらいまでに近づけて、でずっとなんかしてたら、これはもう顔に近づけてってことはもう息を吸ってるとしか思えないっていうか。でもさ、なんか最初さ、ぬいぐるみだったり、ぬいぐるみのリュックみたいなの持ってたよね。え？ぬいぐるみ持ってなかったっけ？いや、あれ。あるかも。違うか。あると。いや、あるある。あると思う。でもなんか、本当に、ザ・女の子って感じで、なんか、夢可愛いなって思った。うん。ま、私が、あの、うん、びっくりした、びっくりし、うん。まあ、でもいかないんだけど、その、うん。あざと可愛いのミュージックビデオ撮影の日に、うん。あの、楽屋に普通にいたら、あの、マダムが、パソコン見て、大学の授業かな受けてて、うん。で、その格好が、あの、パーカー、1枚だったんだけど、うん、パーカーにあのウサギの耳ついてて、あーそれかも、うん、そうそう、なんかそれはすごい可愛いって思ったね。なんかさ、うん、マナモ以外であんまりそういうのさやってるのがさいないからさ。いないね。ね、ほんとそれできるのがいいよね。可愛い、うん、可愛い。それでね、似合うのがすごいね。そう、あの絶対に、そう、私とか着たらなんていうの、服に負けちゃう、ね。そう、服はね、あの、味方してくれるマナモは本当に強いなって思う。マナモだからできるって言われる。